本番ではピットバタなどで5号艇の平本雅之あまり良くありませんでした。このままですと5コースと6コースの定番入れ替わっての並びとなりそうです。ボートレース三国 SG 第26回チャレンジカップ、続いてのカードは第3レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇桐生純平、2号艇中島康平、3号艇寺田翔、4号艇松井茂、5号艇平本雅之、6号艇上条信孝、以上のメンバーです。ゆっくりとインコースへと向かっていきますのは1号艇の桐生純平。昨日のドリーム戦では6コースからの3着、本日は8レースの2走です。隣2コースは本日このレース1走です。2号艇地元中島康平、3号艇寺田翔が3コースへと向かいます。4号艇松井茂引っ張って4コースの角、本番では5コース6号艇上条信孝、昨日の陰線では逃げての白星飾っています。5号艇平本雅之が6コース、3対3と2つに分かれています。ここは1号艇の桐生純平が断然の人気、人気の相手2号艇中島、そして3号艇寺田に票が集まった一戦です。進入はインコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。1号艇の桐生、そして6号艇上条、5号艇平本もいいスタートを切っています。逃げ体勢1号艇の桐生に刺す2号艇中島、まくり刺す3号艇寺田に、外は4号艇松井が続きます。1号艇の桐生に内から差を詰めてくる2号艇中島、外に切り替えた2号艇中島、3号艇寺田外、内から6号艇上条、あとは5号艇平本、4号艇松井外、スタートは正常です。一周リマーク、1号艇の桐生がトップターン、6号艇の上条に、外は3号艇寺田に切った、内からは2号艇中島です。1号艇桐生純平リードは3艇身単独で先頭、2番手は外に3号艇寺田、内に6号艇上条、最内から接近は2号艇中島、あとは離れて5番手争い4号艇の松井と5号艇平本が並んでいます。1号艇桐生が先頭です。2番手は内から6号艇上条先前、差し返す3号艇寺田でバックストレッチ、2番手落ち着いた3号艇寺田が一定身前、6号艇上条3番手の現在の上位体系は1番3番6番、離れて2号艇中島単独4番手、5号艇平本、4号艇松井の順で2周2マークへ向かいます。1号艇桐生が先頭、3号艇の寺田2番手、握っていく6号艇の上条、内からは2号艇中島も、3番手は6号艇の上条リードを守りまして、1番3番6番と体型変わらぬままこれから前提最終周回です。0台のスタートから逃げた1号艇の桐生純平が先頭です。2番手は3号艇の寺田翔リードを広げています。6号艇上条信孝3番手の上位体系は変わりなく1番3番6番で前提バックストレッチの中間地点から最終ターンマークへと向かっていきます。136の組み合わせ3連単は 15.3 倍です。断然の人気に応えました。1号艇の桐生が先頭、3号艇寺田2番手取り切りまして、6号艇の上条3番手、体型は消しています。1番3番6番第3レースゴールです。先頭1番桐生が5塁、まず3番寺田が5塁、3番手6番上条5塁、2番中島、5番4番、4番5番、ラストは接戦でゴールです。